祈りの里四季に舞う。最初は春の章です。春の野に躍動する獅子踊りをご覧に入れます。岩手の獅子踊りは鹿のいた地域に分布し、花巻以南の太鼓踊り系と遠野盛岡以北の和光踊り系と大きく2つに分かれます。これから演じていただきますのは、和光踊り系獅子踊りに分類される一戸町の寝そり獅子踊りです。その昔、八幡太郎義家が加賀の国で戦いに苦戦したとき、鹿の群れに出会いました。義家はこれを捕まえて鹿の角に松明をつけ、敵陣に攻め入って勝利を収めることができたのです。この鹿の功績をたたえ、鹿の群れ遊ぶ姿と鳥の飛ぶ姿を踊りにしたのが寝そり獅子踊りの始まりと言われています。本日は入り込みから庭引きまで一連の流れの中で旧演目を演じていただきます。それでは春の章寝そり獅子踊りをご覧いただきます。Thank you.
Thank you.
Thank you.